皆さん、こんしましま、ニャンティスの新猫好きです。ウルトラマンファイティングエボリューション3実況プレイやっていきたいと思います。はい、というわけで ですね、世界10拠点同時侵略指令の、続きやっていくぜ。前回はもうコスモスで、まあちょっとこうね、まあちょっとあんまり良くない感じだったけどね、まあなんとかS は取れましたよっていうことで、じゃあまあ次はね、ウルトラマンジャスティスやね、次やっていきましょうか。これ最後か、まあ最後ってほどじゃないか、あと一人はチートキャラのウルトラマンレジェンドがおるけ、あれで全部のウルトラマン達成すんのかな。うん、というわけでね、まあ、ちょっとね、ウルトラマンジャスティスも、その、まあ、ランク S、威力 S の武器がないんで、まあ、ちょっと、この WM シュートとビクトリウム光線の、まあ、二つつけても、まあ、とりあえず威力 A なんで、まあ、やっていきましょう、それで。ふぅ、やってきたぜ。どうしようか、とりあえず眼球ぐらいからやっておこうか。 Z の強い系な、ウイジン。さあ始まったぜ。ウルトラマンジャスティスってそういえばあんまり使ってないな。おっと、これでどうだ。とりあえず30秒以内倒せよ。よし、まああれだな、コスモスに比べたらまだこう倒しやすい相手やね。倒しやすいよね、まあ、使いやすいね、ジャスティスは。じゃあまあレイキバス倒すか。さてレイキバス戦だ。大きいハサミがな。タイプチェンジするか。これどこまで耐えられるかな。そういえばこのモードは初めて見るような気がする。へい、あ、なんだ強いじゃん。結構ジャスティス強いんだね。おお、めっちゃ出てきたな、エースロボットも。あ、とりあえずサービスのエースロボット、お前は倒しやすい。寒いところで動くのか、エースロボットよ。チョップがこううぜえな。まあ倒せることは倒せるんだけどね。タイプチェンジするまでもないで。グローカビショップ、うん、まあとりあえずこうちょっと置いてけぼりのゼットンを倒しておこうかね。ちょっとかわいそうだからね、Z トン。新ウルトラマンでも、こうね、かなりの活躍を見せてきてからね。セイン。よし。
お、当たった。当たってくれた。ちょっと Z 音はきついかな。30秒は。ちょっときついな。しょうがない。お、変身の途中で攻撃するとは卑怯だ、Z 音。なんだ、大してこう、あれだな、あの防御とかしねえんだな、Z。まあいいや、倒しやすいすい。ふぅ。まあ、シン・ウルトラマンでの Z はめちゃくちゃでかかったからな。うん、まあ、まず勝つのは無理みたいな感じだったし。そうだな、とりあえずエースキラーあたりかな。こう、まあ、倒しやすそうなのは。グローカーは任せた、コスモス。さあ、エースキラー。ジャスティスは倒せるかな？ん、なんか、謎の、こう、矢印みたいなのは何だったんだ？うん、変身。おっと。決めポーズまでやらせろか。この野郎やば、ちょっと時間かけちまったな。たくもうタイプチェンジの時ぐらいはちゃんと攻撃すんじゃねえよ、この卑怯者がね。こうヒーローモードでこうね、変身途中とかでこうあんまり攻撃するもんじゃないっていうね、ことはもう常識だよね。とりあえずどう、そうだな、ベムスターあたり、タイラントにしよっか。さて、タイラント。タイラントは体力高めだったかな。よし、とりあえず回復変だ。落ち、とりあえず連続パンチ。うお、よし、当たった。このまま一気に倒してやるぜ。ちょっと30秒切っちゃったけど、まあもう終わり頃かな。しかしあんなものが海にずっとおるっていうのもなんかね。そうだな、とりあえず中国地区ベムスターを倒しておこうか。もうまあ最後やしな。ね、マグマ星人任せたコスモス。あんまりこうタイプチェンジって先方が逆に A っていうと場合もあるかもしれんな。これでとりあえず一発攻撃を与える。倒せたよ。倒せたよね。よし、じゃあバルタン戦か。こっからがね、正念場というか、やっていくか。バルタン、お前はシン・ウルトラマンに出れなかった、出て欲しかったんだよな、俺的には。よし、じゃあやっていこう。さあ、最後の戦い。パンチで、このパンチで、おっと、
ああ。これでとりあえずダメージを与えるぜ。どれぐらい与えれるかな。ああ、まあまあ。うん。この野郎、変身の途中で攻撃するとは卑怯だぞ。とりあえず分身されたらあれだから、分身なんかさせないからねっていう。いけ、最後の攻撃。ほぼほぼゴリ押しやったな。ミッション成功。なんか倒れた位置ちょっと違うくねっていう。はい、というわけで、ウルトラマンジャスティスで、ランク S 取れました。いやー、終わった終わった。確かこれもあれよね、ジャスティスの方にもちゃんと必殺技が追加されるんよね。うん、そのうん、つもりだと思う。クロスパーフェクション。あれやね、必殺、合体技がやね、コスモスとの。